お送りしたのは相対性理論、地獄先生でした。クレバがお送りしています、火曜ラジペディア。今夜は、学校ってなんか不思議なとこない?についてトークしています。メールたくさんいただいておりますので紹介してみたいと思います。ラジオネームゆかりんご。ゆかりんごも、ラジ中2段 ?2 段ぐらいかな。これ適当に言ってるんでね、私2段、2段からなんか最近初段に降格したんですけど、みたいな、そういうのやめてくださいね。あ、別に、そういうのないんで。もう、15年以上前ですが、私が通っていた小学校では、掃除の時間には必ず手ぬぐい、かっこ豆絞りを被ることが決まりでした。忘れたり被らないと、代わりになぜか紅白帽を被らされ、反省文を書かされました。でもあの頃は疑問に思わず普通に受け入れていましたが、今思い出すと、なぜに手ぬぐい?と疑問です。ちなみに青森県の小学校でしたが、上京して周りの誰に聞いても笑われます。青森限定だったのか、誰か同じ経験した人いないですかと。まあでも髪の毛がね、落ちないように、豆絞っとくかっていう、帽子かぶっとくかっていう話ではあると思うんですよ。ちょっと話ずれるんですけど、紅白帽、あるじゃないですか。あれの、まあ今のなんか幼稚園の子とか街歩いてるのピンクとかオレンジとかあるじゃないですか。あの、オレンジ組の奴らが歩いてた、オレンジ、その帽子の首部分にこう、ひさしみたいなのがついてて、あれいいですよね。首んとこからこう熱中症になるって言われてますから、それガードする。それなんで俺らの時なかったのつって。それに比べたら手ぬぐいいい方ですよ。もう、がっちりガードできますからね。もう入れたいとこに入れてもらっても、いくらでもガードしてほしいと思いますけれども。それからラジオネーム、春。これちょっと不思議ですね。私の通っていた高校の不思議なところ、それは、夏が近づくと、保健体育の時間に、マムシに襲われた時の対策講座が開かれていたことです。私の高校は川が近く、緑も多い。これなんて読むんですかね。野に、趣味の詩。野に、野原の野に趣味の詩。野種?野種?野種溢れる場所。つまり田舎にあり、この川の土手や藪にマムシが出ることがあるらしいんです。なので、マムシに噛まれたら、吸引器で毒を吸い出すのよ、とか、幹部を冷やすといいのよ、とか、いう講義を真面目に受けてました。ただ、私が通った3年間を含め、ここ10年以上、マムシに遭遇した学生はゼロ。この授業、意味ないんじゃ、と思ってましたが、と書いてありますね。マムシに襲われた時の対策講座。貴重な時間をそこに授業料払ってるっていうね。貸してほしいって感じですよね。ラジオネーム、アキー。クレさんこんばんは。うちは東京ですが、これさっきの命令の、レスポンスですね。コール&レスポンス、来ました。うちは東京ですが、オリジナルの体操ありました。自己体操なるものが、自分の学校の子、自己体操なるものが、中間一校の私立だったのですが、中一の最初の体育の授業で習い、体育ノートに記録をし、かっこ、棒人間の細かい絵付きで、テストもありました。そのテストとか体育祭とかの行事の時だけ音楽付きでした。懐かしい。ありました?自己体操。あ、すぐれちゃった。お、肩ばっかりさ。勉強してっからね、学生はね。肩ばっかりですか、体操だ。だから最近ラジオ体操第4っていうのがなんか言ってきたんでしょ?リーボックだっけ?リーボックかなんか開発したラジオ体操第4が難しすぎるっていうのはちょっと話題になってましたけどね。難しすぎてこうなんか再現できないラジオ体操みたいなのがあるらしいですよ。それは肩中心ではないといいんですけどね。すごい、覚えてる?そういう例。覚えてんだ。全然肩使ってねえじゃん。思いっきり足踏みしてるし。最初、足踏みからはもう、比較的肩なんだ。それもちょっと現代社会を見越した体操だったのかもしれないですね。肩周り、このリンパの流れを促してね。なんじゃ、この、ちょっと話広がったんで、アキーにはこう、ラジベリアパッド、ラジパッド、差し上げます。iPad 僕もらいましたから、ね、今日はもう奮発していきたいと思います。それからね、ラジオネーム充電期間。いいですね。このラジオネーム好き。充電ってね、大事。現代で、二番目ぐらいに大事じゃない?充電。携帯とか、髭剃りとか。
俺、いざって時になんかダブル充電切れ？この間もらったのフィリップスも自分がもともと使ってたやつもダブル充電切れでもうがっかり。がっかりしたよ、もう。あの、充電って大事だなって思って、携帯とかさ。うん、まあいいや。クレさんこんばんは。僕の小学校には、先輩たちが卒業記念で作ったトーテムポールがあるんですと。あったね、俺もあったトーテムポール。なかった？なんかめっちゃ煙たい顔してますけど。メガネちゃんのメガネ越しにめっちゃ煙たい目線が。何トーテム、はい、ダメトーテンポールを下げすんだら怒られるよトーテンポールに。なんかあったねトーテンポール。登ったりしてたかもしれないトーテンポールに。何トーテンポールって、うん。何なんだろうねトーテンポールってね。あれ。トーテンポール情報、まあ、お待ちしてますってか、自分で調べろって感じ。まあ、スタッフ今、必死で調べると思いますけども、まあ、みんなもトーテンポールについてね、知ってみたらいいかなと思うんですが、それから、トーテンポールはわかるんですが、変わったものもありましたと。場所は、校庭の隅で、大きさは高さが170から180センチ。まあ、俺の身長ぐらいですね。円周2メートルくらいの円柱があるんです。相当でかいですよ。うん。しかも、その周りにはびっしりと、何十個も人の顔が彫ってあり気味が悪いんですと。その顔も笑ってるとかじゃなくて大きく口を開いてムンクみたく怖い顔でと。先生や親に聞いてもわからなかったですと。不気味ですね。170から180センチの円周2メートルくらいの円柱に不気味な顔が彫ってある。さらに当店ポール。なんか、アシュラマンのファンとかさ、いろんな表情見てみたかった。なんか変わったものとか学校にありましたか？変わったもの？変わったもの？あんまないですよね。ね、あれでした。昔、通ってた、小学校が、カモ？狩猟場みたいな。皇室の人とかが来る。狩猟場で、お堀なんですよ。校庭すぐお堀みたいな。で、なんかその、柵を乗り越えて、お堀の縁を探検するみたいなのがちょっと流行って、うん。なんかお堀のところに、超でっかい魚が死んでましたみたいな、わざわざ先生に報告しちゃったりして、お堀に入ったこと怒られるみたいなね。うん。ヤブに入ってて、魚見つけて、まさにヤブヘビみたいな感じの。あんまり上手くなかったですね。大して上手くなかったんですけども。上手い話できるように J-Wave、ラジペディア、これからも頑張っていきますというか、まだまだ続きます。The best music on the planet.81.3J-Wave.J-Wave, EC Online, Tokyo Premier. 今日ご紹介するのは、ラジオやテレビで発売前から話題沸騰のご飯が炊けるお弁当箱、ホットデシュランです。健康に気を使いながら節約にもつながる毎日のお弁当。興味はあるけれど、やっぱり熱々のご飯が食べたいという方も多いですよね。炊飯機能がついたお弁当箱、ホットデシュランなら、いつでも炊きたてのほかほかご飯が食べられる上、お米を炊く時の蒸気を利用して、同時におかずの温めが可能。工夫次第でカレーや和食、イタリアンなど多彩なメニューをお楽しみいただけます。あなたもホットデシュランで手軽に美味しいお弁当ライフを送ってみませんか？ J-WAVE 独占先行予約販売、ホットデシュラン。お値段は税込み6980円です。お買い求め詳細は PC 携帯の J-WAVE サイトから東京プレミアにアクセス。Various. Let's think together. A helpful encyclopedia for your life on 81.3 J-Wave Rajapedia. アリア、チューズイラバー、かっこ、オールドスクール、ニュースクールでした。クレバがお送りしています。カヨラジペディア、今夜は、学校ってなんか不思議なとこないというテーマで皆さんの意見いただいておるのですが、生放送らしく様々な情報が今、僕の手元に、まずね、ラジオネームユイッチ、来ました。星稜情報高校の卒業生です。来ました。大のクレバさんファンでもありんす。心臓ツアー、郡山にも参戦しました。効果はですね、在学中は正直何とも思っていませんでした。変な歌だなぁとぐらいしか、が、卒業後に弾くと、やっぱ変ですね、と。不思議という。
来ましたね。てか、この番組来てるな。やってみます。それから、先ほどの、俺のオールデイオールナイトでラップしているという芸人さん情報、これも来ました。先ほどのその芸人さん情報ですが、吉本興業所属のお笑いコンビ、ギャロップの毛利さんが結成した DMC、大助森クルーというユニットだそうです。好きなアーティストのトラックでラップをするユニットらしいので、毛利さんはクレバさんファンだと思いますよ、というメールをいただいて思い出したんですが、多分、このギャロップさんは大阪のライブ見に来ていただいたと思います。なんかすごいファンだと言われた気がします、と。そのラップちょっと聞いてみたいですね。それから、トーテンポール情報来ました。トーテンポール。宮司書調べ。トーテムを象徴する図案を描いたり、彫刻したりした柱。家の前に門柱のように建てられる。北米インディアンの間で見られる。で、トーテムとは何かと。トーテムは、ある集団と特別の関係を持つと信じられている特定の動植物や自然現象。え？まあなんかスピリチュアル系ってことですよね。スピリチュアル系なものでしたと。いろんな情報ありがとうございます。なんか生放送らしい。で、ちゃんとテーマに沿ったメールもたくさんいただいておりますと。ラジオネームミッドナイトジャスミンは中学生の時数回だけ登場した給食の献立で、ミルクファイバーライス。という不思議な献立がありました。牛乳の炊き込みご飯のような、白い牛乳に白いご飯、特に味もなく、だいたいファイバーって、なんって感じでした。なんねん。ファイバーってなんねん、自分。貴さん、ファイバーってなんねん。私たちの健康を気遣って作ってくれる献立っていうのはわかるけど、まずは美味しくなくちゃと思いましたと。こういうメールいただいております。それからね、2通ダブってたのがね、給食では、炭水化物かける炭水化物が多かったというのをいただいております。でも俺炭水化物かける炭水化物好きですよ。力そばみたいな。餅かけるそばみたいな。餅かけるうどんとかなんか。パワーみたいな感じで、給食うどんにパン、ラーメンにパン、焼きそばにパンなどありましたと、そういうメールいただいております。給食のメールも来ましたね。給食メールも結構いろいろ来てますよね。そうですね。なんで牛乳ばっかり飲まされたんですかとかね。ああ、確かに。いろんなメール来てますけど、それでやっぱちょっとお腹空いてくる頃かなっていう。あのね、完全にお腹空いてますよ今今日ね、仕入れちょっと出前にしようっつって、たまには。いつ、前に頼んだら、おっちゃんが迷って1時間25分くらいかかった出前があったんですけど、美味しかったから頼んだんですよ。はい。15分で来ました。な、どんだけ迷ったの、おっちゃんの。いや、近いからさ、みたいな感じで。いやいや、前回何と。踏まえて早く頼んだら、思いっきり早く来ちゃって、もう、今、お腹空いてますから、ちょっと給食の話題聞きたいですね。給食の話題、お腹空いちゃうと思うんですけど。聞きたいです、でも。なんか、学校給食で思い出残ってんのって、クレバさんは。あのね、小2の時ですよ。ピースご飯っていうのがあって。ピースご飯？グリーンピースご飯の略なんですけど、ピースご飯のグリーンピース一粒が、実際みんなが見てる、今想像してるグリーンピース1とすると5。5の大きさある、ちょっとデカめのガムぐらいのやつで、それが虫歯に思いっきり詰まって、食べきれなくて、お掃除でこう、後ろに机下げさせられても、ずっと食べてたって記憶があって、もう、ざけんだよ、グリーンピース、ピースご飯って、全然ピースじゃねえ、みたいな。ヒールザワールドって思ってました、その時ね。おませさんな小学生ですね。はい。はい、ですね。まあ、その、学校給食、今どんなものが人気かっていうことですね。気になりますね。はい。うん、学校食事研究会ってところが調べているんですけれども、はい、まあ、好きな給食ベスト3、3位が揚げパン、2位がラーメン、1位がカレー。1位はわかりますよ。はい。ラーメン？ラーメン。もう、スタジオ、ラーメン出てました。あった。あ、マジだ。ラーメン一票入ってますね。ん？うどんもラーメンもあった。学食みたいだな。ラーメンありました？いや、ない。ソフト麺っていうのあったんですけど。ちなみになんか何ラーメン？あ、醤油ラーメンだ。ソフト麺的なこう、ビニールピーって破ってやるみたいな。誰が湯切りするの？天空切りみたいな。湯切りはない。湯切りはない。ラーメン？ラーメンあるそうですよ。マジでだ、そうですね。で、まあその今給食もいろいろ変わってきていまして、はい、まあそのまずですね、ちょっとその47都道府県の家
変わり種の食材、珍食材を調べたんですけど。珍食材？はい。珍材？珍材。珍材揚げ。珍材を調べてみたんですけれども、はい、まずですね、まあ、羨ましい給食というのもありまして、豪華な給食というか、うん、まあ、例えば、こう、ウニを使ってるとか、これ福島県、岩手県、これちょっと一覧にしたんですけど、ウニですね。で、これは福岡県、岩手県ですね。で、宮城県の気仙沼はフカヒレ。フカヒレ？はい。で、気仙沼、はい。定まってんの？で、岡山に行くとですね、松茸尽くしっていうのがありまして、松茸ご飯とか松茸の茶碗蒸し。長野にもありますね、松茸ご飯ね。そうですね。へー。あとは秋田県の、イワナの塩焼きっていう、イワナってすごい幻の。イワナね。魚って言われてるんですけど。ちょっと骨っぽいんだよ、確かね。そうそうね。イワナね。あ、魚博士。魚博士。あの iPad のあの、辞典見て、魚辞典欲しいって言ってました、ね。作んなよ、つって。スーさんが。うん。そうで、他にもやっぱマニアックな、あの、食材もありまして、はい、例えば7県は、イノシシだとか。イノシシ。はい。秋田県の東百合町、フランスガモ。カモ？カモ。で、あとは石川県の吉野谷村、これ小学校で、うん、熊の肉。熊？熊、すごく貴重なお肉らしいんですけど、熊汁として出される。熊汁？はい。ベアジュース。ベアジュース。マジですか？なんかあの、昔新大阪駅、はい、あの、新幹線降りて、入り口の方にラーメン屋さんがあって、そこに熊の手入りラーメンっていうのがあったらしいんですよ。1万円。1万円で、鬼まずかったらしいですよ。熊だけど鬼まずかったらしいですよ。鬼熊ですよ。鬼熊。どうなんですか、ね、いや、どうなんて、熊。熊。でも小学校で食べるとなったら、やっぱ2頭3頭行かないとみたいな話になってきますよね。そうです。当該だと思うんですけど。当該該というか。でもやっぱりあの、何ですかね。その村のすごく名産っていうか、なんですね。だからそれを知っておくために子供たちに。なるほど。食べさせる。なるほどね。そこで育ったんだよっていう。なんか村の方がこう、例えば山とかに入って、こう、射止めた熊をやっぱり保存とかしといて、少しずつ切り上げ食べたりしてるのかもしれないですね、うん、そうですね。なんか取れる熊っていう頭数が決まってるらしいです。文化的な話もあるのかもしれないですね。そうですね。すげえな。そうなんです。で、まあその食材が不思議なものっていうのもあるんですけど、はい、まあ、組み合わせが変な不思議っていうのも変な食給食っていうのも組み合わせが変、はい、はい。まあここにブックマン社っていうところから、はい、変な給食っていう本発売されてるんです。変な給食、はい、この中でちょっと変わった給食って取り上げられてるんですけど、はい、ちょっと簡単に挙げてみますと、はい、例えばその組み合わせの妙が効いた給食っていうことで、うん、まあ桜エビのかき揚げ味噌汁って、ここまでは和食で、うん、主食が黒糖パンだとか。なんで？そして牛乳ですね。ああ。これ牛乳なんです。で、あとはジャンクな給食っていうことで、これは沖縄県の給食で、はい、冷やし中華と原宿ドッグ、牛乳。原宿ドッグ AKA チーズドッグですね。沖縄で原宿ドッグが出てます。沖縄そこか。で、あとはですね、これおやつな給食っていうのがあって、これは神奈川県川崎だったんですけど、うん、はい、ワンタンスープにチョコチップパンが来て、たこ焼きジョア、アイスクリーム、牛乳。たこ焼きジョア？ジョア。ジョアって飲むのありましたよね。ありましたね。はい、好きでした、ジョア。とかっていう。この本変わったのいっぱい載ってますね。そうですね。再現してるらしいんですけど。いや、でも、子供は意外とこう嬉しかったりするんですよね。ちょっと変わってんのは。そうですね。だけど、うん、これちょっと考えてほしいですね。そう、給食でやっぱりその食べ合わせとかが変わってきちゃうんじゃないか、うん、っていうことを言ってる本なんですけれども。はい。はい。ありがとうございました。牛乳、ジョア、ヨーグルトみたいなね。乳製品。どんだけだよっていう。うん、まあでも子供だったらいいかな。ちょっと子供の頃の話の歌聞いてもらえたらと思います。クレバフィーチャリング90、ワタフロムアルファでエドガーロフでした。クレバがお送りしています。ラジペディア中世ラジ中。今夜は学校ってなんか不思議なとこないというテーマでお送りしています。メールたくさん来ているので時間の許す限りたくさん紹介していきたいと思います。ラジオネーム。あと18日で、てんてんてん。俺の誕生日ヘイポール・マッカートニーの誕生日。何その短い拍手。このや、
スーってやめ、この野郎。クレバさん、こんばんは。皆さんの意見を聞きながら思い出したことがあります。小中、多分、高校の体育の授業で、立ち上がるときは、やあと言ってました。で、先生、全員起立、生徒、やあ即立つ。この方は福岡の方なんですが、なんか全国共通だと思ってたんだけど、福岡だけなんですかという。いや、まあ、俺の言い方これ、俺やだよ。なんかもっと、いやみたいなかもしれないけど、まあ、いやと言って立つと。これちょっと面白いですね。これラジパッド差し上げたいと思います。それから、ラジオネームヒゲメガネ。全国にね、6万8000人いると言われてるヒゲメガネが一人からいただきましたけども、クレバさんこんばんは。6万8000人少ないですね。持っていますね。68万人ぐらいいますね。学校の変なところですが、僕の中学校では遅刻すると校門で生徒手帳を回収されました。生徒手帳を持っていなかったら、代わりにリコーダーとか筆箱を回収されました。どういう意味なんだったんだろうと、今でも思います。何してたの先生はそれで。何してたのそれ。それからですね、これ、ラジオネーム、クーマンカムバック。今日のテーマですが、一番気になるのは、地面から半分だけ出ている車のタイヤが一列に並んだ遊具です。あったねー。反発力があるわけではないし、どう遊んだらいいのか意味不明です。飛ぶんですよ。そして、乗り越えられない壁を時にくぐるってことを教えてくれるんですよ、あのタイヤが。いろんな方向で壁を乗り、もう、自分で考えて遊ぶってことを学ぶ。そして時に手にペンキがつくってことを学ぶんですよ。それから、これラジオネームがちょっとないんですが、私の母校、小学校の校歌は、歌詞が一番しかない割には長くてのどかな感じが出ていて、思い返せばかなり良いんです。ちなみに、男子は口笛。女子は、ハミングのところがあり、口笛を吹けない男子は女子と同様にハミングをしないといけないのです。というのが来ております。J-Wave クレバのラジペディア、お知らせの後も、あともうちょっとだけ続きます。The best music. Yo, check this out. On the planet. 81.3. Yeah! J-Wave.トップ DJ たちと応援しよう。 J-WAVE 公演ワールドカップパブリックビューイング日本対カメルーン戦リキッドルームで開催。出演 DJ は石野卓球、田中文也、ナビゲーターはピエール滝 and more。 6月14日月曜日夜7時スタートでリキッドルーム。お問い合わせはリキッドルーム 03-5464-0800。 レイチェルちゃんです。J-WAVE スペシャル6月5日環境の日の夜は Become a Green Shopper。 ロハス博士こと分子生物学者の福岡伸一さんに生物多様性について伺います。さらにロハスデザイン大賞受賞式の速報もお届け。6月5日土曜日24時から。Tips for Happy Living. Let's think together.81.3 J-Wave Rajipedia。 適当な嘘でごまかして仕事を抜け出してきたのさ。平日昼下がり気に障る先輩の口に次々課せられるノルマに嫌気がさしたのさ。普段はそれなりに真面目であまり目立たない方だから誰も咎めやしない。ロッカーに置き忘れてきた缶コーヒーが気になるけどまあどうでもいいや。誘われるように仰いだ空が今日だけはやたらと高くて広いのにそれを遮った人混みはただ急ぎ足で下を向いてひたすら流れてるポケットに両手をしまう
ついた行く当てもないんだってこと知らない街でも歩こうかそれとも静かに過ごそうか持て余した自由コンビニで小銭を数えてすがるような気持ちでつかむいつもの缶コーヒーそのままの君でいいよと歌うスピーカー飽きるほど聴いた曲なのに無性に焦り出した僕はただ急ぎ足で下を向いて逃げ道を求めるポケットの両手を握ってため息を消したのは鈴木で「アイス缶コーヒー」